このタイトルにしましたのは、はい、あの INFP さんの紹介の中でですね、はい、醜いアヒルの子に、はい、まあ、INFP さんを、なんて言うんでしょう、カーシー博士が、はい、なんか模した感じで、はい、あれはアンデルセン童話ですからね、うんうん、要はそれをなぞらえてですね、はい、INFP さんの人格を、はい、でそれをのおっしゃってたので、僕は醜いアヒルの子が、はい、なぜ苦しいのかがわからないって話をしたんです、はい、要は白鳥だと思っている、白鳥だと思ってない、白鳥の見た目、白鳥だ、はい、でも周りから、はい、なんか醜いって言われるんです、醜いって言われるわけですよね、はい、でも白鳥なんですよね、でも白鳥だとは知らないわけじゃないですか、お前は醜い醜いって子供の時から言われ続けて、はい、でも実は白鳥だったって話ですよね。でもなんかこの、はい、我々は、はい、そう言っても人ですから、はい、鏡を見るわけじゃないですか、はい、あれって、はい、俺の方がなんか、でも醜いアヒルの子って醜いんですよ。あ、当初はね、当初はで、はい、苦しんでるって話ですよね、醜いアヒルの子。これを INFP さんに変えると、はい、INFP さんは、はい、自分は醜い醜いって思ってるって話じゃないですか、でもあなたは白鳥なんだよって言われて、あ、白鳥なんだって心が軽くなったみたいな話ですよね。醜い醜いって言われてるわけじゃないんですよね。まあ人と違うみたいな話ですよね。醜いアヒルの子、まあアヒルの子ってひよこ、オレンジ黄色みたいな、こういう中にこうグレーの、ああ、白の中に、はい、白い真っ白のアヒルの中に、ま、ひよこですよ、黄色ですよ。あ、醜いアヒルの子って白ですよね。黄色じゃないですか、アヒルの子って。ひよこ、え、その中に一人だけなんか白なのか灰色なのかみたいなのが混ざってる。あ、まあまあ違うのが入ったよ、はい、あ、黄色の中に黒い子が生まれてきたと、はい、でお前だけ汚いみたいなことを言われてるみたいな設定ですよね。まあ、子供の頃の苦しさは、はい、まあ、それはしょうがないなって思うんです、はい、で子供なんですよ多分。でもこれに興味を持つのはもう大人ですよ。うんと、だからその心境なんじゃないですか。お前は醜い醜い、お前は人とは違って醜いみたいなことを言われてるっていう心境なんですよ。言われてないけど、言われてないけどっていうか、まあ、あ、そういうメッセージを受け取ってるってことですね。受け取ってるし、まあ、自分がそういうレッテルを貼ってる可能性はある。なんか僕の中で一人だけ違うって、はい、いいなぁなんですよ、はい、目立ってるなんですよ、はい、それは悪い方もありますよね。あ、まあ、僕のこの若ハゲとかね、はい、はいってはいって言いましたね。そう、まあ、まあ、とか、まあ、そのこれは確かに武器ではありませんでしたね、若ハゲは、はい、で、うん、そういうなんかあのレッテルを自分自身で貼ってる、自分は醜い、他の人とは違って醜いみたいな、人から直接言われてるかどうかわからないですけど、はい、自分は他とは違って醜いみたいなことを思って苦しんでるみたいな。あ、でこの INFP で醜い子のアヒルの子の苦悩っていうタイトルをつけただけで、はいはい、それだけでも癒されましたっていうコメントが、はい、をいただいたんですけど、はい、でそれは白鳥だって思ったから、僕はみんなと違うって白鳥なんだって思ったから救われたんですよ。醜い醜いって思ってる状態がずっと来た、はい、ずっと来てる、はい、だけどあなたは醜い醜いって言われてる、人とは違うって言われてるかもしれないけど、それはあなたは白鳥、特別な存在だからですよって言われて救われた気がするみたいな話ですよね。ああ、っていう想像ですよ。で、まあ、これについて、はい、オフィシャルソータさんという代手さんからですね、はい、熱いコメントが寄せられですね、はい、ありがとうございます。白鳥であることを分かっていて、はい、信じながらも自分はアヒルという幼少の感情体験から出来上がった思い込みを持っています。はい、白鳥であることを知っていながら、知ってるから白鳥をやればよい、プレイすればいいんですが、白鳥だと認識、思い込みの手放し、そうやってあんまりそういうのを話していくと、はい、白鳥だということで生きていけるんだと思うと、はい、
だから白鳥だと思いたいわけですよ、うんうんうん、で白鳥だって言われたから救われたんですよ。ああ、ようやくここに来て、はい、その突出した何かは、はい、まあ、そうか、僕の若ハゲと一緒ですね、はい、この部分を悪いことだと思っていれば、はい、それは常に足かせですよね、はい、でだけどそれは白鳥の証なんだってまあこれ若ハゲにしちゃうとちょっと分かりにくくなっちゃうんですけど、はいはいはい、自分が今まで人と違うよって違ってなんかもうダメだなっていうレッテルを多分自分で貼ってて でもそれは白鳥の証なんだって言われたことで救われたみたいな。なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、いやなんかもう白鳥だって分かってるなら、はい、もういいじゃんってずっと思ってたんですけど、そこに多分自信はないんですよ。あ、そこからもう横一線でスタート一緒ですもんね。その横一線だし、白鳥には白鳥の美しい白鳥にはまだなってないんですよ。他の人とは違う醜いって言われてる。なるほど、白鳥はなんか飛んでいって、はい、群れに合うって言いますからね、はい、でその時にこうみんなでそうやって仲間に入れて入れもらえるみたいな、はい、なるほど。だからまだそこに行ってないんですよね。あ、で本当に白鳥なのかって疑心暗鬼の状態じゃないですか。結局飛べって言われるわけですもんね。はいはい、君飛びなさいよって、飛びなさいよ、白鳥なんでしょって、そう、そこが待ってるわけですもんね。 でも飛んでもやっぱり本当に醜いアヒルの可能性もあるみたいな感じがあるんだと思うんですよ。アヒルかもしれない、アヒルかもしれない、本当に他のアヒルとは違うアヒルかもしれないみたいな。でまんざらそのアヒルの中の暮らしが、はい、まんざらお金持ちとかで良かったりとか、はい、その代わりまあでももうルールに従ってやりなさいって言われたりとか、でも他の人とは違うだと思うんですよね。 INFP が受け取ってるメッセージは多分そこだと思うんですよね。あ、もう君らとは違うっていうのを、違うっていうのを、まあ、自分自身で、あ、違うなのか分かってもらえないなのかな、どっちかなんですかね、うんうん、で自分はきっと白鳥なんだ、だけど白鳥だっていう確証はないんですよ。まあ苦しいかな、人間界そうですね、はい、はい、みたいな葛藤で苦しんでるところを、あなた白鳥だよって言われ、羽ばたきなよってあ、羽ばたきなよしかない、はい、っていうのはこれ結局は西野さんが言ってる行動しろになってくるわけですよね、うんうん、だともうどのタイプも答えはなんかここに来ますけどね、行動やってみなってはい、なんか身も蓋もない話になっちゃいますね。なんか、はい、すいません。ルネ・ナイルさん、ごきげんよう。ごきげんよう。まず童話を理解するところからって話、いやなんかね、僕はごめんなさい、はい、ああ醜いアヒルの子がっていうか一人っていう存在が、はい、僕の中ではとんがってていいねになるので、はい、何が彼らは苦しいって言ってるのかなっていうのが、それはこの周りの仕打ちみたいなところじゃないですか。醜いアヒルの子で言えばいじめられるわけですよね。はい、はい、人と君、まあ多種な方じゃなかったっていう、はいはい、メジャーな方じゃなかったよっていう点で、はい、なんか頭のいい家庭に生まれて一人だけ落ちこぼれみたいな、それは辛いお前だけなんでできないんだみたいな、それは辛いっていう、絵がめっちゃうまいのにみたいな、はい、なるほど。朝倉さんは子どもの頃他と違うということで外人とかゾンビとかあだ名は、背が高くてひょろっとしてて、まあわかんないですけど色白だったりすると、はいはい、垢抜け前の原石と垢抜け後の宝石みたい、まあ結局は宝石も磨いてなんぼですもんね、はい、磨いてますかっていうところに入ってきますよね、はいはい、白鳥ですって言ってても、はい、あなたはその原石を磨いてますかっていう、はい、もう超リアルなところに返ってくるんですよ、ね、はい、白鳥って分かってるなら大器晩成型なんだって自信を持って生きられないのかな、多分その自信がない、僕も、はい、ここなんですよ、はい、え、もう大人になって鏡見てさ、はい、白鳥ならさ、大人見て鏡って白鳥じゃないんですよ、醜いアヒルの子の時なんですよ、のままずっといるんです。鏡の映ってるのは醜いアヒルの子なんですよ。ああ、はい、でこれからいけるんだって思ってるみたいな
なるほど、まあ、NF ですよお前今バカにしたな、はい、NF をバカにはしてないですよ。ちょっとバカにしたな。バカにはしてないですよ。してないですか、はい、じゃあいいですあ、さくらさん、ぼっこ星に流されそうになったのを母親が阻止したため私も救われたと。ぼっこ星、はい、学校のやれっていうのですかね。はい、僕全然やらなかったですもんね。やらないでしょうね。はい、はい、人に合わせるなら主張せよと言われ、なんか外人みたいですね、フランス人みたいですねはい、孤独になった、それは君が大人になった証だ、おめでとうみたいな、はい、変わり者でぼっちなのでいじめられてましたと。なあ、なるほど、はい、いじめは辛いですよね、僕も、はいはい、で、まあ、INFP の人がみんないじめられたかっていうと、はい、まあ、そうではないかもしれないですけど、思います、はい、ただ自分で自分にレッテルを貼ってんじゃないかなとは思うんですよね。醜いアヒルの子だっていう、子だっていう、うん、自分がこう周りと比べて、俺ってなんか醜いアヒルの子だ、他の子より劣ってるみたいなのを、あ、それは苦しいですよ、はいはい、でそこに、いやでもあなたは今はそうかもしれないけど白鳥になれるんだよっていう、でもその壁ははい、努力がいる違う、努力がいる、ごめんなさい、僕あの急に、はい、まあ、僕は ESFJ かもしれないんですけど、はい、やっぱこの何を、なの、はい、超えないといけないですよね。超えないといけないですよとは思います。そこはありますよね、はい、告白しないとはい、つかめんですよね、はい、僕みたいな若ハゲは向こうから来るはずないんですよ、はい、すいません。あ、ピッピさんも NF だと。なるほど、自分の良さを生かさないと、生かさないと体制なしってなんだろう、頑張れってことですね。はい、この頑張れない感じですよね自分が醜いアヒルの子だ、頑張っても無駄だとか、あ、そういうのが、そういう思い込みみたいなのがあって、その頑張れないみたいな時に、いや頑張ればあなたは白鳥になれるんだっていう、やっぱり頑張ればがつきますよね、まあ、そこには。そうだとは思いますよ。で、まあ、だから自信持って行動しなさいみたいな話なんだと思うんですよ。もっと自信を持って大丈夫ですっていう、あ、っていうことですよね、っていうことだと思いますよ。あの醜いアヒルの子に救われたっていうのは、それを言われた気がしたからだと思うんですよ。じゃあこっからですねこっからです羽ばたきは、はい、他より劣ってるかも、僕今でもありますけどね。はい、ていうかみんな、ごめんな、またいつものやつが出るんですけど、はい、皆さん多分そうですよね。別に劣ってる感とかないですよね。ないですか。あ、優れてる感もないですよ。ああ、うん、僕は劣ってる感ありますよ。その、まあ、劣ってても優れてても関係ない感があるんですけど、それいつもの体調です、はいはい、でもなんか僕は劣ってる感があるんですけど、はいはい、ここまで生きてきたじゃんって思うんですよね。はい、うまくやってる方だよって、はい、まあ、だって上を見ればいくらでもいるし、下を見ればいくらでもいるんで、はい、まあ、そんな関係ないじゃないですかこれはこれは SP 向けです、はい、この、はい、この話は、はい、まあ、でも SP は素でみんなそう思ってる気がするんですよ。多分バカに見えるんでしょうね今の私ので、はい、だからそれを参考にするのは SP じゃない人だと思うんですよね。なあ、はい、と思います。はいはい、INFP を下に見てるとかじゃなく、心が繊細で生きづらいだろうなとは思うと、うん、多分ダメだと思ってるんじゃないですか。アヒルの醜いアヒルの子だと思ってるんじゃないですか。その人に、はい、思わなくてもいいですよっていうのも違いますもんね。まあそうではないわけじゃないですか実際に、はい、うん、っていうところだとは思うんですよね。でもまあまあなハンデですね。これってもう病気みたいなもんじゃないですか、はい、まあ、タイプって、はい、囚われって病気じゃないですか、まあ、病気っていうとあれですけど、いやいや、もう僕も病気ですから、はい、この目立たなきゃいけないみたいな、はい、この脅迫観念みたいなやつって、はい、もう病気ですよこれ。わかんないです。まあ病気っていう、はい、これって病気は治るんですよ。じゃあ不治の病なんですけど、はい、これはどうやれば軽くなっていくんでしょうね。まあなので多分タイプ論とかって、はい、他のタイプが参考になると思うんですよね。ああ、エニアグラムのようにね。エニアグラムのように、はい、結局自分のとらわれみたいなのがそこにあるわけじゃないですか。こうじゃなきゃいけないみたいな、こうじゃなきゃいけないがあります、はいはい、
と思い込んでるわけなので、そうじゃなくてもいいって話じゃないですか。多分見にくいアヒルの子たちは、はい、ごめんなさいね、見にくいアヒルの子たちは、はい、見にくいアヒルの子がいいと思ってるんですかね、そこにいるっていうことは。とまあ自分で自分のことを見にくいと思ってるみたいな話ですよね。僕はアヒルなんですけど、はい、白鳥になるってずっと言ってる気がするんですね、はい、こんな病気なんですよ僕は、はい、で、はい、でその INFP さんがみんなそうかはあれですけど、はい、まあ、この人たちは、まあ、自分は見にくいと思ってるわけですよね、はい、で白鳥になる、もしかすると白鳥かもしれないみたいなのを掴んでるんじゃないですか。でも本当に白鳥かどうかは今時点で美しいって自分で思ってないので、自分をで自分を見て見にくいと思ってるんだと思うんですよ。これを SP 的に言うと、はいはい、別に白鳥でも、はい、アヒルでもどっちでもいいなんでしょうね、はい、どっちでもいい。別に白鳥もアヒルも僕から見たらそんな変わんないですよ鳥ですよ鳥ですよって見た目もそんなに変わんないじゃないですか。泳げる白い鳥ですよ、はい、そんなに白鳥が美しくも見えないわけじゃないですか、まあ、ブラックスワンとか言って、はい、白鳥の湖だとか言ってバレエでやるから綺麗だと思ってっけどさって、はいはいはい、そんなに変わんないですよね。似てるの感じじゃないですかシルエットとかでもこの辺なんかちょっと、はい、今ヒントがありそうな気はしたんですけどね、はい、なのでこう多分白鳥じゃなきゃ価値がないみたいなのがあるかもしれないですよね。ああ、それが重いかもしれないですね、はいはい、でさらに醜いアヒルみたいな、アヒルにすら慣れてないみたいなことを思ってるんじゃないかなって。だとすると何て言うんだろう、自分を客観的に見て点数化してみたいな、はいはい、っていうことができる NT さんはまた違うんでしょうね。違うかもしれないです。でじゃあこうやってやればいいじゃん、はいはい、こうやってやったら白鳥になれるじゃんみたいな、まあ、白鳥のができる NT さん、はいはい、白鳥に代わりになるものになれるみたいな、はい、自分の特徴は何だみたいな。そうですよね、はい、でこれもっと生かせばいいじゃんみたいな、はい、でもまあ NT は NT のとらわれはありそうですよね。生かせねばならないみたいな。あ、まあまあ確かにこんな白鳥とかアヒルとか区別してる世の中が良くないんだみたいなはい、はい、だとなんかこのエニアグラムみたいに、はい、統合の方向みたいなのをやるとすると、はい、うん、SP はちょっと生きやすいっていう面においては、はい、自分を生かすんじゃなくてね、はい、生きやすさにフォーカスを当てると、はい、どうでもいいじゃん、はい、っていうのがなんか、はい、苦しむ NF にとっては、はい、巧妙なのかなって今まあ反対ですからね。反対です。 NF と SP 反対です、はい、使う言葉も、はい、愛用する道具も違います、はいはい、っていうこのやっぱクロスが何かヒントな気がしますね。多分、まあ、バランスだと思うんですよね。まあ、NT も SJ も、NT も SJ もちょっと理解できた気がします。はい、ありがとうございます。